アンティゴネは古代ギリシア三大悲劇詩人の一人である、ソポクレスが紀元前442年頃に書いたギリシア悲劇。オイリプスの娘で定売の王女であるアンティゴネを題材としている。内容はソポクレスが定売王家を題材に書いた他の2作の後、アイスキュロスの定売ゼメの七章に続く時間軸の物語である。王オ,オイリプスが自己の呪われた運命を知って、 盲目となり、放浪の末にこの世を去った後、アンティゴネとイスメネは、テイバイへ戻った。しかしテイバイでも、アンティゴネの兄たちが王位をめぐって、争いを始めて、アルゴス人の援助を受けて、テイバイに攻め寄せたポリネーケスとテイバイの王位にあった、エテオクレスが差し違えて死に、クレオンがテイバイの統治者となった。クレオンは国家に対する、反逆者であるポリネーケスの埋葬や、 一切の奏霊を禁止し、見張りを立てて、ポリネーケスの意外を監視させる。アンティゴネはこの禁令を犯し、見張りに捕らえられて、クレオンの前に引き立てられる。人間の自然に基づく法を主張するアンティゴネと、国家の法の厳正さを主張するクレオンは互いに、譲らず、イスメネや、ハイモンの鳥なしの会もなくて、クレオンは、実質の死刑宣告として、 一日分の食料を持たせて、アンティゴネを地下に遊兵することを決定する。その後、クレオンは、テーレシアースの占いと長老たちの進言を受けて、アンティゴネへの処分を撤回し、ポリュネーケスの遺体の埋葬を決める。しかし時すでに遅く、アンティゴネは首を吊り、父を恨んだ、ハイモンも権利不死て自殺した。さらにハイモンの死に絶望した妻までも自殺して、 クレオンが自らの運命を嘆く場面で、劇は終わる。本劇におけるアンティゴネとクレオンの対立は、すなわち、神の方と人間の方の対立である。182行から190行でクレオンは、自らが布告した禁令が無視されたことに対し、祖国よりも身内を大切にする者を軽蔑する旨を表明している。これは、異性者という立場にあるクレオンが、自分は、 指示よりも、くじ、政治、国事行為を優先する立場であることを表明するのと、同義である。クレオンは常に、現実的で、政治的なものの考え方をする。例えば、ポリネーケスの埋葬の犯人が発覚する以前に、埋葬の動機は、王になった自分を失脚させようという、政治的な陰謀であると考えている。彼の考えはあくまで人間の法律に従った。 極めてノもス的なものである。対して、アンティゴネの行動の動機は、自然の起きて、神の法に従った、シ質的なものである。彼女は兄を埋葬することは自然なことであると考えており、また民衆もそれを支持するだろうと言っている。さらに、埋葬の犯人が発覚する以前に、民衆の代弁者たる長老が、 神がしたことかもしれないと発言することによって彼女の意見は強く支持される。さらに694行から699行でハイモンがクレオンに伝える民衆たちの噂もそれを後押しする。ありがとうございます。